ちょっと久しぶりに記者会見をやろうって話で、ファンのみんなでもちょっと呼んでみたらって言ったらこんなになっちゃってとりあえず年末にカウントダウンのライブを日本でやります。わ、今後の XJAPAN の活動などについてお話を伺ってもよろしいですか。はい、そうですね、まず先ほども言いましたけど、はい、3月の東京ドームをやって、5月の日での追悼コンサートをやって4ヶ月ぐらい空いちゃったんですかね。そうですね、心配かけてごめんなさいみんな心配しましたよね。でも、もうすっかり大丈夫なんですか。いや、まあ、まだ治療とかしてるんですけど、もともと体悪いんですよ、はい、で悪いのに始めたから、まあ、自業自得なんですよね、はい、もちろんそのカウントダウンのコンサートに向けてもいろいろ考えてらっしゃることもおありなんでしょうね。それだけじゃなくて、はい、それも年末なんですけど、はい、何ですか、サンタクロースの時期があるじゃないですか。クリスマスですね。そうですね、そうそう、その時期に、なんか多分分かる人は分かると思うんですけど、そういった企画のライブを今考えてまして。重大ニュース第2弾ですね。あ、そういえばね、ちなみにね、はい、なんか出てきますよ皆さん。いやいや、あれ、さっきまでメンバーとも喋ってて、はい、俺ね、メンバーのコメントをね、はい、帰ってきたんだけど、どこ置いてき、車に置いてきちゃったかな。さっきの車ですか。え、待って待って、でも覚えてるってば そんなに長くないから、はい、お願いします。まず、ヒースはですね、はい、今年は、あ、ちょっと違ったな、待って、今回もガッツンやらせてもらいますって、それって大阪弁ですか。ガッツンやらせてガッツンかな、ガッツン行かせてもらえますか、はい、また、みんなで楽しい時間を共有しましょう。バイヒースです。すごい。そしてで次パターはですね、俺にも T シャツくれバイパター。すいません、あげていただけますかはい。そしてトシはですね、はい、なんだっけな、トシも同じようなパターンだったな。あ、また年末、メンバーみんな揃ってコンサートやるのをとても楽しみにしています。うん、あとなんかしないけど、自分で言うのも変だけど、ヨシキをよろしくお願いしますって言ってました久しぶりの XJAPAN のステージが、しかも初めてのヨーロッパでのライブ、ヨシキさんの中でもこう期待が膨らんでるんじゃないでしょうか。今回行かないとまずいですねまずいです、もう延期できないです。いやいや、本当に、はい、そうですね、もうピアノは弾き始めてるんですけど、まだドラムはまだ触ってるぐらいの感じなんで、はい、なんとかあと2ヶ月ちょっとありますもんね、はい、体調整えてやろうと思ってますけど、うん、日本での新たなリリースの予定とかっていうのはないんでしょうかね。え、聞きたいでしょその辺。だって言ってもみんな信用しないもん信用する人信用します。マジで、はい、お願いします。俺はまだ信用があるんですねでも言わない。近々ぐらいだな。でもさ、ワールドツアー回るっていうぐらいだし、はい、日本でもコンサートやるんだから、はい、普通リリースするでしょ。あ、じゃあこれは言っていいわ。ちなみに今また新曲を書いてしまいました。うわ、そうですね、まだ体の方は完全じゃないですけど、まあ頑張ってやっていきますはい、本当に今回の XJAPAN を、再結成した時に、なんていうんですかね、あまり先まで目標を決めずに、とりあえず一歩一歩前に見える階段を登っていこうって言って、ね、3、4歩登って怒っちゃったんですけどまた一歩一歩みんながこういう、なんていうんですかね、場を提供してくれたんで、そうですね、その階段を思いっきり登っていこうと思ってます、その階段がどこまで続くかは多分自分自身も分かんないんですけど、そうですね、またこういう時間をみんなと共有できるような
多分次は記者会見じゃないでコンサートがいいね。そうですね。